パリ五輪、卓球女子シングルス、3位決定戦、3日、パリ南アリーナ、韓国で、天才卓球少女、として注目され、数々の歴代記録を塗り替えてきたという、同8位の新郵便、20、イコール韓国イコールが、同5位の早田ひな、24、イコール日本生命イコールと対戦し、2マイナス4で敗れ、 韓国女子としては4年アテネ五輪以来20年ぶりのメダル獲得はならなかった。写真、勝利の瞬間崩れ落ちた早田ひな、奇跡、読ん打試合5分前の決断。お団子頭の韓国のエースは、準々決勝で平野美宇、24、イコール木下グループイコールとの4-3でフルゲームの死闘を制して準決勝に進出。準決勝ではチーム、中国、にストレートで敗れ、 3位決定戦へと回ってきた。甲高い叫び声とともに、気迫あふれるプレーと強烈なバックハンドを駆使し、第1ゲームは早田を圧倒。ただ、日本のエースの執念に3ゲーム連取され、第5ゲームは奪い返したが、第6ゲームは序盤からリードを奪われ、押し切られた。試合後は涙の早田を笑顔を浮かべながら抱擁し、祝福。その後、自身のコートサイドに戻ると、 涙を流した。メダル獲得が目標だったので、達成できなかったのは残念。第一ゲームでリードして負けたのが一番悔しい。試合を重ねると精神的に疲れる。だからこそ強い精神力を維持することが重要。今日負けたことで強くなったし、成長につながると思う、と語った。韓国のエースに成長した3年間、過去3年での私の成長は明らか。 と胸を張った上でメダルを獲得した人たちはさらに努力していて成功に値する技術的にも精神的にも肉体的にも私は向上させる必要がありますと足元を見つめたそして自国のファンにメダルを獲得できれば最高でしたけどこれから頑張って恩返ししていきたいと語った SNS では日本のファンもめちゃくちゃ応援したくなる素敵な選手 若いのに素晴らしいスポーツマンシップと反響を呼んでいた。同選手は昨季 T リーグの九州アスティーダでプレーしており、日本でもおなじみの選手。韓国ではモデル活動も行う、人気グループ BTS のファンであることが知られており、開会式が行われた27日には韓国軍に入隊中のメンバー V が自身のインスタグラムに郵便卓球ファイティンと激励したことで話題を呼び、 成功したオタクとして認定されているという。